琉球古武術は、沖縄県の古武術の総称である。空手を含める場合もあるが、一般には主に武器術を指す。琉球古武道、沖縄古武道、沖縄古武術とも言う。なお、ほとんどの流派、会派では、武器術以外に空手も平伝している。伝賀邪性保筆、賀舎親型旧舎図。沖縄では、琉球王国時代より、各種の武器術が、主理、 那覇の士族を中心に行われていた。聖史九尾には、17世紀に、僧帽の法ありとの記述があり、薩摩復族後も琉球士族の間では、創術や傍術が稽古されていくことがわかる。広く知られている俗説の一つとして、琉球には、勤務政策により、武器がなかったため、都市空間の空手が発展した後の説があるが、現実には、薩摩復族後も、 琉球氏族は鉄砲を除いて武器の所持を禁じられておらず、こうした武器術は引き続き稽古されていた。実際、当時の空手家は空手以外にも同時に、剣術、創術、棒術、球術、勘差手術等も合わせて稽古しており、こうした武器術の名人は何人も知られている。例えば、創術の西平親方、剣術の串川親方、 休日の油屋山城等である。また、本土の剣術、創術、薙刀術も稽古されており、剣術は次元流が多かった。18世紀には、琉球士族の間で次元流が伝承されており、首里書の松村宗根のように薩摩に渡って次元流を修行する首里士族もいた。一方、那覇でも、久米村士族を中心に、独自の武器術が伝承されていた。 1867年、小太陽の作法のために来流した作法師の歓迎祝賀会で、鉄尺、棒、藤士パイ、車棒等の武器術が披露されている。鉄尺はかんざし、藤士パイは縦と手やりを用いた、ティンベイ術、車棒は、不死根術と考えられている。また、刀剣類以外にも、ヌンチャクやトンファーなど、非刀剣類の武器術も盛んであった。こうした、 武器術の歴史は半然としないが、士族の隠し武器として発展した説と、ティンベエや、サイも含めて、琉球武術で使用される多くの武器が、中国や東南アジアで使用されている武器と、形状や名称が共通しているため、貿易による交流で取り入れられたという説などがある。なお、庶民的な道具を起源としているが、庶民がこれらの武器術を稽古していたわけではない。あくまでも主理。 那覇の氏族が中心である。ただし、傍術では、糸満村の糸満マ,マギーや、祖衣装や方に支持した、知念村あざ、四季屋の知念四季屋中など、平民出身の武人もいた。これらの武器術は、廃藩治験後、空手同様、その多くが出電したと考えられているが、一方で戦前から一部の武道家が保存に乗り出し、いくつかの流派において、保存、継承されている。 まず、ヤビク・タケシデンが大正初期に琉球古武術研究会を設立し、その弟子の平野部下も1940年に保存振興会を設立している。戦後の沖縄では、ヒカ・キヨノリが中心となって1961年に古武道保存を目的とする沖縄古武道協会が発足し、多くの小竹道家がこれに加わった。現在伝承されている。 琉球古武術は大きく分けて3系統ある。平信方の系統、本部長優の系統、また信仰の系統である。これらの団体は日本古武道協会に所属している。他にも山根流防術、龍守流、渡し山流など、いくつかの系統がある。平信方は1897年の生まれ、空手を船越義鎮、琉球古武道を、 ヤビク・タケシデンに指示した。1933年、群馬県に、小東館支部道場を開設。1942年、沖縄県に帰郷して、更新の指導に当たった。現在は、本土の弟子系統が、琉球古武術保存振興会や琉球古武道、金剛流、琉球古武道協会、修練会を設立、または創流、沖縄では、平信方の設立した。 琉球古武道保存振興会を弟子が継承し、防術、かんざし術、トンファー術、ヌンチャク術、釜術、鎌術鉄骨術,術、ティンベイ術、スルジン術、鉄柱術の九州の武器術を保存継承している。これらの団体から独立した組織もいくつかある。平信方の系統は、C 氏義行、知念四季屋中、知念三郎、田和田畜等の親雲上心むつ 金城大地倉、主に首里氏族を中心とした武器術を継承するのが特徴である。本部朝勇は1857年、首里赤平村に生まれた。琉球王族、本部御天の直系当主で、弟に有名な空手屋、本部、朝元を持つ。本部朝勇は、幼少の頃より、家電である本部御天主を、父、本部阿次長前より学んだ。本部御天主は、 実施、本部朝、しげると皇帝、上原正吉が継承。朝しげるが戦時中に亡くなったため、戦後は上原が唯一の継承者になった。上原は1961年に本部流古武術協会を設立、1970年に新たに本部古天守古武術協会を設立した。本部古天守では、剣術、創術、超刀術、防術、 常術、探訪術、かんざし術、ヌーく術、怪術、石打ち術、鎌術が伝承されている。他に宝器や鳥刺しなど日常用具も武器に見立てて、稽古する。本部の天主は、琉球王族の武器術を継承するのが特徴である。また信仰は、1888年、那覇市、柿原町に生まれ、茶丹村の千原で育つ。または、 く川村の日か沖縄に帽術、怪術、鎌術、かんざし術を、また茶丹村の原で、異例沖縄から、トゥンクワー術、ヌンチャク術を学んだ。明治末年五郎より中国に渡り、満州で馬術、手裏剣術、投げ縄術を、上海では帽子より、ティンベイ術、スルチン術、ヌンティ術を学んだとされる。戦後、 実施の又吉誠豊とが1960年に行動館を開設し、1970年には沖縄古武道連盟を設立した。現在は金交流当主沖縄古武術の名称で活動している。金交流は主に沖縄本島中部に伝わる武器術と中国の武器術を継承するのが特徴である。日本刀を手にする吉村町議。剣術を 松村宗根,根に指示した。剣術は、首里の御殿殿の内と呼ばれた貴族を中心に行われていた。古くは、昭慶王時代の串川親方が有名である。王国末期には次元流を収めた、松村宗根、また、廃藩置県後は、本部御殿の本部朝、勇や吉村御殿の吉村朝、吉、朝と安常などが剣術家として知られている。剣術は、 本部五天守で伝承されている。創術は、古くは、昭慶王時代の西平親方が有名で、王国末期には、富城区親方も、馬上での創術が得意なことで有名であった。創術は、本部五天守や竜守流で伝承されている。また、ティンベイ術では、防部が短い手槍が用いられる。なぎは、日本起源の武器であるが、同種の武器は中国にも、 生流炎月刀や、眉尖刀などがある。超刀術は、本部五天守。眉尖刀,刀術は、馬モル流で伝承されている。ヌンティは、万字缶挿しを先端につけた槍のような武器である。漁師が使う森が起源とも言われる。ヌンティ術は、金型流で伝承されている。山刀は、短刀の一種で、形状は、薙刀の穂先に似ている。本部五天守で伝承されている。 かんざし、かんざしも、三照かんざしは、防術と並んで、琉球古武術で、重視されている。大地区や、畜区地が、犯人逮捕や、群衆誘導に使用していたとされる。いくつかの方が伝承されている。防術も、三照祭術と並んで、琉球古武術では、重視されている。沖縄では、一般に六尺棒を用いる。 中国から伝えられた、今日と沖縄古来の棒術、日本の武術の影響を受けたものなどがあり、形状は、両端がやや細くなっているタイプ、中央部と同じ太さのタイプの二種がある。棒術は、格流派、海派で伝承されている。また、棒の中央部が太いのは、担ぎ棒の応用からで生活に密着した道具の武器への応用からである。それが、 他の地域との大きな違いである。伝承されている方は有名な氏族の名前を付けた方や中国から伝えられた方がある。また村に伝えられた村棒がある。上述も三照杖は六尺棒より短い棒いい、通常は四尺前後の長さの棒である。上述は本部五天守で伝承されている。沖縄殿古上流からと道に独自の上述があり、形、 組手が伝承されている。湖上流の上術は二代目古城も、聖、三代目古城下方によって編み出されたものである。探訪術は、不意の襲撃などの際、焚き木など、身近にある探訪を武器として使用する武術である。探訪術は、本部古天守で伝承されている。海も、山椒海は船を漕ぐ漁具で、沖縄ではサバニを漕ぐ際に用いる。海術は、 各種流派で伝承されている。紹介サイトによっては、エークや、エークと表記する場合もある。トンファー、トンファーも参照トンファーは、石臼の引き棒が起源との説がある。トンファー術は、各種流派で伝承されている。鎌術は、沖縄では二丁鎌を用いるのが基本である。各種流派で伝承されている。鎌のことを、イラナ、棒の部分を手引くと呼ぶ。クワは、 農具の一種。桑術は、金ヌカ流で伝承されている。宝器は、庭先などで襲撃された際、とっさの武器となる。宝器術は、本部五天守で伝承されている。鳥刺しは、細い竹の先端部分に鳥持ちをつけた道具で、山に分け入って、野鳥を捕獲するのに用いる。鳥刺しも、とっさの際の武器となる。鳥刺し術は、本部五天守で伝承されている。ダボ 稲などの脱穀用具、車棒が起源である。ヌンチャクと同じに接込んだが、形状はフレールに似ている。打棒術は、本部古典主で伝承されている。ヌンチャク、ヌンチャクも参照ヌンチャクの起源は、バグ、ムーゲー説など複数ある。隠し武器の一種で、以前はマイナーな武器だったが、ブルース・リーの映画で世界的に著名になった。ヌンチャク術は、 各種流派で伝承されている。三節魂は三つの棒をつなげた武器。金光流で伝承されている。スルチンも参照。スルジンは鎖の先に奮闘や鋭利な形状のものがついた武器で振り回して相手を攻撃する。平信方の系統や金型流で伝承されている。前里のスルチン術、池原のスルチン術。正式には、前イスルジナと呼ぶ。 長さ一軒の縄の先端に丸い自然石をつけた武器で、石で相手の顔などを打つ武器である。本部も天守で伝承されている。手裏剣術は近郊流で伝承されている。ティンベイも参照、ティンベイと呼ばれる盾と、ローチンと呼ばれる手鉾や手槍などを武器を用いた武術である。竜守る竜では手槍ではなく探訪や探検を使用する。鉄鋼も、 三章金属製の臨場の武器で手にはめて使用する。かんざしも三章ジーファーは先の尖った武器で手に隠し持って用いる五神術である。鉄柱も三章鉄柱は隠し武器の一種で鉄製の箸の形をしていて中心の穴に中指をはめて使用する。鉄柱の先がわずかに指先から少し出るくらいで相手には見えにくい武器である。 歌詞の木で鉄柱に似せたものを作って、御神用として使用することもある。小林流のジオンの型を用いて、平信方が編み出した型が伝承されている。その他に、千葉の朝信の弟子、池原坊の残した池原の鉄柱の型がある。鉄 C は、鉄の細い短棒で、柄の部分に、唾がついている武器。渡し山流に伝承されている。そうかは、 先端が二股に分かれた、金属製の手持ち武器。渡し山流に伝承されている。平信方系統、遠山博賢系統、木安智則系統、島袋達夫系統、平信方系統、平信方系統、平信方系統、平信信方系統、島袋達夫系統、村上勝美系統、平信方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 系統。 ありがとうございます。